どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の師匠でございます。いということでね、今回も石田さんの新潟の実家のね、はい、ある一室からお届けしております。はい、前回に引き続き、はい、いやなんか腕だけ映ってますね。まだあ、また腕だけ映ってますね。おあらなんか喋ってくださいよ。ああ、ジャンプです。どうもコソコソっとなんかやりました。なんかやりましたね、今コソコソって。ちょっとね、ちょっとこちらの事情がありました。あ、事情があったんですね。いやが消えたんですね。そのね、まあ本当のお兄さんなんですけど、お兄さんの偽物のお兄さん。いや顔が出たりちゃんと、あ、なるほど、わかんね、ちゃんと言っとかないと。で、のいろいろね、こう作業部屋というか、こう、モニターが6つ7つぐらいあるね、ネット環境がものすごい抜群の仕事部屋なんですかね。そうですね、普段ここで仕事して、はい、夜終わってから、うん、あ、ちょっと YouTube 編集作業。なるほど。ぼちぼちやって、ぼちぼちやって、 YouTube もやられてますからね、お兄さんは。はい、ね、少なくともちょっと細々と頑張らさせてもらってますそういう、なんかずっと表に出たいことやりたかったんですか？いやそういうわけでもないんだけど、そういうわけでもない、うん、結構皆さんね、やってられるんで、うん、じゃあで、いろいろとね、ちょっと画面に映ってないんですが、はい、VTuber さんとか、いろいろありまして、うん、そうね、そちらの方もちょっと配信見てたら、あ、うん、今度はじゃあ、私もね、俺もやる、配信する立場になって、ちょっとやってみたいなと思ってたんで。すごいっすよね、だってそれ。すごいよね、その感じになる。で、その、はい、見てるばっかりじゃなくて、はい、逆にこう、与える側になりたい。そうやって、ほいで、挙句の果てに、やったその挙句に、挙句っていうか、うん、に、うん、ちょっと自分の生きた証を残そうかなと。ああ、そう。すごい。だからここで終わる、今日このまま、ただ診断しますよね。はい、けど、あれ、ジャンボさんって何かやってたんだみたいな、うん、あ、YouTube やってたんだ、まあこれも当然そうで残りますよね。ああ、まあ確かにね、うん、でも生きた証がちょっと欲しいっていうか、そういう意味は、そうなんだ、それはそれでいいことかもわかんないですね、うん、確かに。なのでそういう思いで、そうですね、うん、まあそういうのもできる時代ですからね、うん、そうですね、うん、まあ映ってて、まあ、見えないですけど、この数々、うん、なるほど、ね、VTuber さんがね活躍されてるんで、それで、ね、そういうことか。いや、それそういう理由だったらなんとなく、いや、うん、最初だってモニターが6つあって、パソコンもあって7つぐらいモニターみたいなのがあるから、うん、これなん、そんなに深い道あんのかな。いや、ありますよ。まず映ってないんですけど、はい、一番そこの画面が、はい、その画面で、はい、まず見積、まあ仕事の関係だと、はい、見積もりしますよね。あ、見積もりの、見積もりとか請求書書くときにね、このエクセル出すわけですよ。モニターが1個あって、うん、あ、見積もり、あ、それは、そうそう、YouTube じゃない方の、じゃない、まあ、本業、本業の方の、はい、はい、請求書書いて今度、はい、そうすると今度こっちのもう1個の方に、はい、まあ映ってないですけど、はい、それで、なんだっけ、もう1個の見積もりとか、いろいろ値段が書いてあるエクセル出すわけですよ。ほんで今度上に、まだあるんですけど、はい、これで資料を出すわけですよ。今度インターネットで調べて、はい、なんか調べた時とか。うん、それで今度、こっちも、まあそんな感じ、やったり、するわけですよ。うん、はい、で、今度、あれが、アイコン置き場。アイコン置き場？うん。アイコン、ほら。これ一旦こうやるとアイコン下げないとダメじゃないですか。ちっちゃくして。はいはいはい。普通しますよね。うん、それが、もう嫌で。そのため用の？そう。それ用あれば、はい、それとこの一番でっかいテレビは YouTube 見てる、はい、あ、仕事しながら YouTube。 なるほど。なんで全部理由があるの。理由があるんですよ。理由はまあもちろんそうですよね。だから映ってないからですけど、目線で言ったらまずここ、うん、ここ、ここ、うん、ここ、ここ、ここなんですよね。そうですね。で、ノートパソコンもありますから、うん、まあ、ノートパソコンはね、これはまあ向こう行っててもいいんですけど、はい、でこの間までそっちの上にあるテレビっていうか画面をここに打ちたんですよね。なるほど、はい、そしたら今度こうやって首をこう
これ逆にこうなってこっちから痛くなってきて、はい、そっちにやるって自分で、ちょっと顔映ってますけどね、もうあちょっとそのね、ちゃんとした首、ね、の動きはジャンボエンターテインメントチャンネルに流れます、はい、で、はい、それで、ちょっと会社からね、ちょっとパイプ一本借りてきまして、自分であの真ん中の鉄の棒って自分たちが、そうですよね、これ手作りですよね、ぽいなと思ったんですよ、こっちのでっかいモニター、それもね、それも手作りでしょ、それもあのほらあのあるでしょ、あ自分で作ったの、そうでしょ、手作りっぽいなと思って見てたんですよ、うん、僕さっき最初ね、あの40あれ1インチかな、あのテレビ、はい、モニターが、はい、あのこの壁掛けのやつを買ったんですよ、うんはい、一番安いやつ、はい、そうしたら重たくて頭下がってきちゃって、あららら、それで全部補強したんですよね、まあ、映せないですけどね、まあまあこういう工事はそうそうそう、あの、ね、得意ですからね、なんかあの DIY DIY でしたっけ、 DIY です、ね、DIY ですか、はい、それですよ、こっちの何インチですか、これはね65インチ、すごい65インチやっぱりでかいですよ、で65インチで今までテレビで売ってたんですよ、はい、それで買うときにあれどうしようかなと思って、あのテレビ台がね、はい、今ですコンビ入らないわけですよ、幅がでっかいんで、はい、これでしょうがないんで、あの、うん、今、ね、立てる壁掛け台ってあるじゃないですか、はい、あれにしようかと思ったんだけど、うん、あのあそういえばさとかで会議室にあるのこういう長テーブルでいいよねみたいな、うん、それ買ってこいでいいんですよね、ただ長テーブルですよ、あ本当だ確かに、業務用っていうかあのほら会議室とかにある、あの集会場とかにありそうな、そう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 、ね、低いすごいですよ、ね、あ意外とって考えるの？いやいやいや、いろいろ考えてますよ。意外と。いや、本当眠たくなってきましたね。いや、本当にもうやばいわ、今、うん。ものすごい眠たくなってきた。ちょっとね、まあ、確かに。いや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 、でもね。そうですか。いや、話には僕はね、伊沢さんから聞いてたんですけど、うんうんうん、入った瞬間、びっくりしましたね、本当に。はい。本当はね、うん、もう一個ぐらい。モニターですか？いいけど、まあ7個もいらんかな、これ天井ですか？じゃあもう天井じゃないですか、もうそれあとここしかないですよ、いやいや、その上映ってない、あこの上、あ今ここのさらに上、うん、にしようかなと思ったんだけど、あまあそこまでなかなかないよね、こんなはね、すごいっすよ、趣味だっけね、趣味ね、趣味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 、なんか防災センターみたいな感じで、ね、そう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 、これでね、あのね、競馬とかやるとすごくいいですよ、ああここでレース見て、レース見て、まあ、競馬なりオートレースなり、ここでオッズ見て、はい、予想見てとか、いやもう本当にそれあれじゃないですか、馬券売り場のモニターみたいになってるじゃないですか、そう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 、すごいですね、まあそういうチャンネルもいいんじゃないですか、予想、馬券に予想、いやちょっと無理ですね、無理ですか、うん、だってさ、競馬やられるんですよね、たまにやるんですけど、はい、だって、あれですよ、枠服枠連しか買わないし、はい、ギャンブルチャンネルはないの、ジャンボギャンブルチャンネルないっすね、今日はパチンコ無事がーす、ね、パチスローの人さ、うん、ここに置いてなんか打ったりしてんだよ、そう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 、いや近くのパチンコ屋潰れてたね、どうでもいいけど、いい気付けのパチンコね、あそこのパチン、うん、もうねあれですよ、何があれかというと、あそこだと仕事の関係に通じて寄られるんですよ、ちょっとこうやって、はい、あそこにあったところが、まあ、あそこしか言わないんですけど、はい、でここをずっと今日車乗って帰るじゃないですか、はい、まっすぐ行くとうちなんですよ、うん、でこう右に曲がるともう、もう行きつけのパチンコがあったんですよ、こうやって今日は絶対にパチンコ行かないよと思ってこう、うん、車乗ってするんですよ、うん、そしたらね、だんだんとパチンコがこう見えてくるわけですよ、はい、こうやってこうやって、うん、そしたらね、勝手にウインカーをこう右にもやってるんですよね、手が勝手に、おこれでこう右に曲がって、うん、それでこう吸い込まれていったんですよね、気づいたら入ってた、入ってた、それでもう今日は絶対やらないよと思って、うん、もうこうやってもうウインカー出してこう勝手に、そういうことありますよね、ウインカー出して、だからやんなかったんですか、結局やるやるんかい、うん、いや絶対やる、やるんだけど、うん、でもだからそのままあれでしょ、入ってて、ね、今伊藤さん言おうとしてたよね、うん、うんうん、そのまま車に入って、うん、もうガーって回してそのままハンドル見たら、そう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 ドライブスルーみたいに車でも台の前に置いてやってるっていう、いやそれをそういうことを言おうとしたけど、うん、もう間髪入れずお兄さん喋ってくるからもう言うのは諦めたんですよ途中でも、いやいやいや別にそんな別に、ま、いや悪くてそんな別に特に喋りたいわけじゃないからこっちも別にお兄さんの話聞いてるだけで十分ですから、まあね、うん
で、まあちょっとね、こっちのね、やっぱりお兄さんちょっと顔出しは NG っていう基本はね、うん、NG なんですけど、うん、あのジャンボエンターテインメントチャンネルの方ではスリーショットでこれ流してますんで、全く同じような、ね、はい、全くこう横に今 GoPro 別のカメラを置いてね、うん、普通は分けるけどね、はい、違う話するけど、うん、ああいや珍しいタイプだから、うん、スリーショット見たければジャンボエンターテインメントチャンネルの方を見てくださいっていう話なんですよ。そうですね、こっちはじゃあ独立してないわけですね。独立してるのは鉄道チャンネルだけってことですね。そうですね、はい、あの普通にジャンこれはジャンボエンターテインメントチャンネルで出してもらって、はい、鉄道だけジャンボでエンターテインメントチャンネル鉄道部、はい、というのを作ってますんで、はい、まあ、もしよかったら、はい、見てください。ぜひ、ぜひね、はい、お願いします。よければ登録なんかしていただいて。あ、そうですね、はい、ぜひぜひお願いします。100人行ったらあの歌ってみたら稲葉物置100人乗ったら、ね、何言ってかちょっと分かんなかったですね。あ、稲葉物置、いや分かりますよ、稲葉物置ですよ、うん、え、いや どういう反応していいかちょっと困っちゃった、まあ、ちょっとごめんなさい。いや似て多分似たようなこと言いますよ、多分ね、そう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 、はい、だけど、うん、そうそう、分かる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 、うん、私もね言った後からね、言わなきゃよかったかなとか、はい、あるからね。そうですよ、うん、ね、うん、あるからね、うん、なんか理想でない感じの言い方でしたね。あるからね、うん、いや、じゃあすいません、もうあの2本続けて出させてもらいましたけど、あの出ていただきましたけど、これはもうこれは2本で終了ですか。いや 3本目はもうなしで大丈夫ですか。なんか僕そうなんですよ、流れがあんまり、もう新潟滞在が仕事終わって以降の新幹線までの時間がどのようにどう過ごすのかをさっぱり把握してないんで、あ、はいはい、じゃあ、はい、あったらあるし、時間的にあったらあるし、なければ終わりです、はい、ありがとうございました。あ、じゃあ今これそこで判断したらいいじゃないですか。あ、どうする、どうなんですか。あの時合ってるんで、はい、もうこのまんま何もなければ、はい、すぐ行ければもう一本行けますね。もう一本行けます。もう一本行ける、もう一本。じゃあもう一本行きますか。もう一本行きますか。3本立てで行きますか。もう怒涛の3本立て、怒涛の3本立て、怒涛の、いいですね、怒涛の、はい、はい、じゃあもう一本あります、はいはい、ありがとうございました。